では、ラクトースに関係する、オペロンから、ね、ラクトースっていうのは簡単に言うと、ラクトースっていうのはこれは糖の一種で、分解するとグルコースと、ね、ガラクトースっていう、またこれも糖なんだけど、ガラクトースっていう糖になるんです。グルコースなんか有名だよね。一番有名なエネルギー源ブドウ糖だもんね。でここからね、ガラクトースも使わないわけじゃないんだけど、エネルギー源を得ていくわけ。でラクトースを分解するときに、ラクトース分解酵素っていう酵素を使うわけ。だけどこれちょっと面倒くさくない？初めからグルコースがあればそれでいいよね。そうなんですよ。初めからグルコースがあればそれでいいんですよ。こんなラクトース分解酵素とかラクトースとか、正確にはごめんね、正確にはラクトースからエネルギーを得ていくためにはラクトース分解酵素の、ね、主役となるこの酵素の他にもね、脇役が必要だからなどしとくけど、ラクトースを使おうと思ったらまずグルコースとガラクトースに変えて、もう何やって何やって何やってちょっとめんどくさいんですよ。初めからグルコースがポンって当てた方がいいわけ。ラクトースっていうのは例えるなら殻のついたクルミ、ね、グルコースっていうのは殻を剥いてある状態のクルミ、ね、と2つあったらラクトースに手をつける、ね、殻のあるクルミと剥いてあるクルミがあったら殻のあるクルミに手をつけるやつはいないでしょう、ね、それと全く同じことで、ラクトースとグルコースがあったらグルコースを使って大腸菌はうーんって何不自由なく過ごすんだけど、問題はグルコースがなくてラクトースだけが自分の住んでる環境にあった時ですよ。そん時はって殻のついたクルミしかないのって、しょうがねえなーって、ラクトース分解酵素など、これは例えるならクルミ割り木ね、クルミ割り木を、しょうがねえなクルミ割り木作るしかないね、クルミ割り木を持ってくるしかないやつって、クルミ割り木をせっせと遺伝子発現して作ってクルミを自分で割る作業に入るわけです。だからね、グルコースとラクトースどっちも媒質にあったらグルコースしか使いませんよ、ね、ここちょっと注意ね。グルコースがあればそれでいいんだからね。ラクトースしかねえから今ちょっと問題なんだからね。大腸菌はなんだよラクトースしかないのかってどうしようかって言うと、ね、これもラクトース分解酵素っていう主役の酵素を中心にいくつかの酵素、ラクトース分解に関わる酵素がオペロンのようにオペロンになっていて、まとめて調節を受けます。発現する発現する発現するか、発現しない発現しない発現しないのどっちか、これね、なども遺伝子群、ね、遺伝子群で普段はここにこういう邪魔者が、こういう邪魔者なんて言った？遺伝子群の転写を止めさせる邪魔者なんて言いました？これリプレッサーって言ったね。リプレッサーが取り付いてこの遺伝子をストップしてるんですよ。なんでって、なんでかっていうと、これはグルコースがあったならば、グルコースがあったならばラクトース分解酵素なんか必要ないわけ、ね、これグルコースがなくなって、しかも培地にラクトースがあると、ってしょうがねえなっつって、この遺伝子をオンに、発現するオン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 にする必要があるわけ。オフからオンにどうするかっていうと、リプレッサーがここに取り付けなくなればいいよね。リプレッサーが DNA 上に取り付いてしまってるからストップされてるんだよ今。超簡単で、培地にクルミがあると、ちょっと変な形したくて見たけど、これがラクトースとね、正確にはね、アロラクトースって言って、ラクトースからまあ生じたっていうかできたもの、まあラクトースがちょっと変化してできたものがここにリプレッサーに取り付いて、さっきまで止めていた、ね、さっきまで
発言を止めてリプレッサーに取り付いて、キャッチしてこの DNA との結合を阻害してしまうんです。これで何て言ってるかというと、 DNA に取り付けない、取り付けないよ、取り付けないよって言ってるの。このラクトースから生じたアロラクトースっていう物質がリプレッサーをキャッチしてこう剥がしてくれるんですね。そうするとこのラクトース分解酵素の遺伝子群が発現しだして、ラクトース分解酵素など、ラクトースを使ってラクトースを分解する、酵素など、酵素、ラクトースをエネルギー源として使うのに必要な酵素、一連の酵素が発現されていくんです。発現、遺伝の酵素が発現していくんです。ね。